クロツグは南西諸島に自生するヤシカの植物。幹はあまり高くならない。クロツグアレンガイングレリーベックはヤシカクロツグ族に所属する常緑性低木。日本国内に自生するヤシ類としては、その分布地域では微量と同じく普通に見られるものである。しかし全国的な知名度ははるかに低い。非常に長い葉が目立つヤシである。 沖縄各地でこの中、バニンマニンなどの名で呼ばれる。茎は円柱状で数本が束になって生じ、高さは5メートルくらいになる。ただし、茎の表面は葉の基部の幼少が分解して生じる黒い繊維に覆われて見えない。また、葉の出方がなんとなく根室用のようなので、茎が立っている印象が少なく、むしろ長い傭兵を持つ葉を束にして、途中まで縛ってまとめた。 というような印象を持つ。歯は長さ3メートルにも達するもので、右上複用で全体は長大円形、基部には1メートルほどの傭兵がある。小葉は20から40対以上もあり、個々の小葉は細長くて、長さ25から60センチメートルになる。葉質は硬く角質、表面は黒っぽい緑色で鈍いツヤがある。裏面は白っぽく、中力が強く突出し、 木部近くではここで二つ折り状態となり、その側面で軸につく。商葉の先端は何かに噛みちぎられたような不規則な巨手がある。花女は先端から出て、斜め上に出るか、ややうつむいて伸び、往々にして、葉より下に広がる。死ゆ同詞ながら、私有の花は別の花女につく。花女は最初多数のとに包まれ、後に外に出る。花女の枝は黄色みを帯び。 非常に多数の枝に分かれ、花は長く伸びた枝に多数密着して生じる。果実は2センチメートルほどの楕円型で、赤みを帯びた黄色に熟する。名称については、つぐがシュロの意味であり、幹を覆う繊維が黒いことによる。低地の森林に生える。森林内や林園に出ることが多く、草地などには出ない。沖縄本島では、 中南部の石灰岩地の森林にも北部にも普通に見られ、森林の低木層の構成種としては重要なものである。内陸山間部にも見られることがある。人家周辺でも墓地の周りなどで見かける。小柄なのでちょっとした茂みなどにも見られる。その点、大柄で海岸線に限定されがちな微老よりも身近である。日本では南西諸島に生え、北限は宝島。 国外では台湾で知られる。この他に九州南部や小笠原で栽培され、一出したものが野生状態で見られることがある。ただし、八重山諸島と台湾のものはやや形態が異なり、これを変種とする扱いもある。これについては分類の項を参照。材は細いため役に立たない。洋梢の黒い繊維はとても強く、白と同様に様々に利用される。 耐水性が強く、船用の綱に使うと70年持つとも言う。新芽と若葉は食用になる。また、葉を乾燥させ、ばらして、紐としたり、繊維としたりという利用は、ヤシ類一般に見られ、この種も利用されたようである。その他、庭園で観賞用として栽培されることもある。黒ツグ属は、熱帯アジアからオーストラリアに14種ばかりが、知られるが、 日本から知られるのは、この種のみである。国外では、佐藤やしが栽培される。八重山のものは本種に比べて、果樹の枝が細く、果実も小さいので、コミノクロツグと呼ばれている。石垣島、入表島と与那国島に知られる。ただし、学名にはやや混乱がある。初島は、コミノクロツグを、フィリピン産のエートルームやらと同一のものと判断し、 黒償をその編集として扱った。その場合の黒償の学名は、アレンガ・トルームやらバリエーション、イングリーである。北村、村田もこれを踏襲している。しかし、佐竹ケは、黒償を独立種とみなして、上記の学名を与えており、ユーリスと植物検索もこれに従っている。この項もこれによっているが、その代わりにコミの黒償の学名がなくなっている。 そのためこの書籍では、コミの黒粒を網をのみ記載して黒粒に統合している。いずれにしてもこの両者を動詞とみなす点では一致している。天野ピアニッシも192から193。この項は天野、P192 から193。なお、本書には船の網と記述されているが、綱の間違いの模様。ありがとうございます。